主張の復刻版のハンペの肖像、ゲオルクエルンストルードビッヒハンペは、ドイツの薬剤師、植物学者、特にコケ類の研究家である。ニーダーザク先週のヒルステンベルクに生まれた。高校を卒業した後、1910年からブラケルの、おじの薬局で見習い薬剤師となった。見習い期間が終わると、 ブラバント州の最終調査に参加した。晴れの高等薬学校で授業に参加し、植物学者のシュプレンゲルとカウルフスと知り合った。1818 18年にゲッティンゲンに移り、ゲッティンゲン大学の薬局で働き始め、シュプレンゲルの講義を受けた。1820年にカッセルでの薬剤師試験に合格し、各地で薬剤師として働いて、 1825年から1864年までブランケンブルクで薬局を開いた。ブランケンブルクにいる間に薬用植物やドイツの中北部のハルツ山脈の植物を収集した。1832年にハルツ自然史クラブを設立した。コケ類学者カール・ミューラーと知り合い、アメリカや中南米、南アフリカ、オセアニアのコケ類の研究を始めた。 1827年から1851年の間にミューラーと1372種の新種の苔を記録した。マゴケズナの白髪苔類などの学名を命名した。1875年に著書ハルツ地域の植物でゲッティンゲン大学から教授職の栄誉を得た。没後、ハンペの標本と2万5000点の資料は大英自然史博物館に収蔵された。 ハンペは植物の学名で命名者を示す場合にエルンスとハンペを示すのに使われる。ありがとうございます。